こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。こちらは、右の上になりますが、剣歯小臼歯になります。ミラーで同じく反射させて真上から、歯の真上から見ています。ここに穴が見えるのが分かります。この周りは隔壁を作り、歯を保存しています。通常は歯歯と言われた歯です。そしてこの患者さんは3ヶ月に一度メンテナンスに行っているわけですが、ある日突然根の先に黒い影がある、骨が溶けているということで膿が溜まっているので歯歯というふうに言われたそうです。定期検診に通っていても突然こういうことが言われる、それはちょっと患者さんも不信感が出てくるわけです。そして歯歯になってしまうと言われたら、患者さんはやはりパニックになってしまうのではないでしょうか。そして実際中を何回か治療した結果ですね、ここまで持ってこれました。ここの部分が、本来の根っこの穴はこの部分になるわけです。寝てみてますから根っこの位置はこういう方向になっています。そして我々が肉眼で治療すると、患者さんを倒して、ここが上から穴を開けますから根っこの方向がわからないわけです。レントゲンで見ても頭を倒せば当然方向が変わるわけです。そしてまっすぐだと思っていたら、こちら側ではなくこちらの方向に穴を開けてしまった、つまり人工的に穿孔、パーフォレーションをしてしまったです。そしてこの赤い部分は、肉芽組織になりますので、こちらから出血して膿が出ていましたので、こちらを経過観察そして治療することにより、そして本来の根幹も治療して残す努力、治療を行っております。そして中の状態を見て、透明な浸出液、そして膿が出てないことを確認しながら次のステップへと進めていきます。そして何より患者さんの症状を聞きながら、抜くことはありませんので、時間かかっても橋本歯科では諦めずに、残す治療努力をしていきます。抜歯と言われても諦めないでください。これを抜いたからといって次の問題が起こってくるわけです。そしてこの根っこの先の肉芽組織の状態、歯周組織になりますが、その状態も確認しながらですね、触れながら、見ながら、そして経過を見ながら、この歯を残す努力をしていきます。あとはこれを封鎖し、ここの本来の根幹も封鎖し、そして土台を立てて歯を入れていくという過程になると思います。